今日本当に楽しいライブでした。ありがとうございました。じゃあ、みんなに皆さんにして聞いてください。授業の終わり告げるチャイム、カバンを小脇に抱えて表通り路面電車のホームに駆け寄った待ち合わせの場所はここから5つ目の点々だった。2年過ぎても変わることはなかった。卒業して就職して時間に追われるようになって、それでも二人I'm not
たち急ぐこと